マット・マグロインはペンシルベニア州スクラントン出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはクォーターバック、ペンシルベニア州立大学でプレーした。4年時にはパス3266ヤードを獲得 24TDE を挙げた。NFL ドラフトコンバインには招待されず、2013年の NFL ドラフトでも指名されなかった。 2013年にドラフト外でオークランドレイダースに入団した。プレシーズンゲーム第1週のダラスカウボーイズ戦では、ブライス・バトラーに30ヤードの TD パスを決めた。8月31日の最終ロースターカットにも残った。10月7日、マット・フリンがレイダースから解雇されたため、第 2QB となった。第11週のヒューストン・テキサンズ戦でテレル・プライヤーに代わって、 先発出場し、パス18回197ヤード、3TD パス、インターセプト0の活躍で勝利、この週の最優秀新人に選ばれるとともに、チームのロードでの連敗を8で止めた。第12週のダラスカウボーイズ戦でも先発を務め、21から28と7点差の状況で、アンドレ・ホームズへの35ヤードのパスなどで、敵陣20ヤードまでボールを進めたが、 ジャコビー・フォードへのパスを、ブランドンカーにインターセプトされ、24から31で敗れた。2014年シーズンのマグロイン2014年、開幕を、新人のデレックカー、マット勝負に次ぐ、第 3QB として迎えた。2015年シーズンのマグロイン2015年、プレシーズンで、ミネソタ・バイキングスで36試合先発出場した、クリスチャン・ポンダーと控え QB の座を争い、 ロースターに残った。2016年は、第17週のデンバーブロンコス戦で3年ぶりに、先発出場するも7から24で敗れた。2017年シーズンの開幕前に、フィラデルフィア・イーグルスと契約するも開幕前に、リリースされ、さらに11月3日には、ヒューストン・テキサンズと契約するも、7日には、ジョシュ・ジョンソンと入れ替わりで、リリースされた。2018年は、 カンザスシティチーフスと契約するも9月にリリースされた。2020年、新興リーグの XFL のドラフトに指名され、ニューヨークガーディアンズに入団するも、リーグ戦が途中で打ち切られた。ありがとうございます。